界タイトルマッチ、そのファイナルになります。 WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、チャンピオン山口圭司対1位タイのピチット超シリワットの試合、ファーストラウンドのゴングを今待っています。山口圭司にとりましてはこれが2度目の防衛を果たせるかという試合になります。ヒョウ柄の1枚布のトランクスがチャンピオンの山口圭司、赤コーナー、そして青コーナーが青のトランクス、タイのピチット超シリワットであります。さあいよいよファーストラウンドのゴングが間もなくなろうとしています。レフリーはイタリアのレナト・カッテオ、そしてジャッジはマルコ・トーレス、ムン・ムーボン、クリオ・ロルダンの3子。さあ流行る気持ちを抑えて、そしてレナト・カッテオがどうしたんだ、今ゴングがね確かになりました。さて今日の放送席ですが、解説は渡嘉敷克夫さんとゲスト解説井岡弘樹さんなんですが、今確かにゴングが聞こえたんですが、レフリーがちょっと聞こえへんかったんで、イタリアの立ち合いにアントニア・ブランディーノさんが何かちょっと、あ、今ゴングが鳴りました。正式に今ゴングが鳴りました。 WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、今第1ラウンドが始まりました。両柄のトランクス、赤コーナーから出てまいりましたのはチャンピオンの山口圭司、そして青コーナーから出てまいりました青のトランクスが1位のピチット賞シルバットであります。さてこの WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチの模様、解説に元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンの渡嘉敷克夫さん、そしてゲストは3階級制覇を目指しますグリーンスタジムの井岡弘樹さん、実況担当テレビ大阪植草祐希で全国の皆様にお伝えしてまいります。さて渡嘉敷さん、はい、いよいよ山口圭司が2度目の防衛になるわけですけれども、防衛戦になるわけですが、はい、今日は左対左、どういう展開になりましょう。そうですね、お互いどっちか得意な方もいるだろうし、はい、これをうまくこなしていく、足をうまく使って、はい、どれだけカウンターを取れるか、はい、相手はもうどんどん来ますからね、はい、もうこの足が勝敗につながるんじゃないですか。足が、はい、そういう意味では井岡弘樹さん、はい、足といえば山口圭司お手のものではないかと思うんですかね。そうですね、山口がいかに離れて挑戦者がいかに入ってくるかでしょうね、はい。井岡さんは去年、はい、セントレンチとタイの選手と世界戦を戦いましたが、はい、タイの選手というのはどうですか、実際対戦をしてみて。そうですね、個人差あると思うんですけどね、はい、この選手はまだサウスポーでガンガン来ますからね、はい、山内がいかに距離取って離れてアウトボクシングするかがね、非常にいいんでしょうね、はい、なかなかスピードありますよ、はい、ピチッと超シリバット、タイの名トレーナーイスマエル・サラスさん、4人の世界チャンピオンを生んだ人ですが、そのイスマエル・サラスが指導いたしました。一方の山口圭司、この大会が V2 になるかという試合です。今のねカウンター良かったですね、はい、まだお互い見てますね、はい、お互いにまず第1ラウンドは動きを見てくるというビデオ以外ではほとんど実際の試合を見たことが両者ともないそうなんですがね。さあ第1ラウンド2分が経過しました。おいいでしょ、はい、今のね左、はい、あれカウンター気味に入りますよ、はい、とにかくサウスポー同士ということでやりにくいのかやりやすいのかというのはちょっとあるんですけれども、まず山口の左が出ていきました。ピチッとはね、はい、ガードをね右のガードをね下げるんですよ、はい、だからね右側の顔面入りやすいですよ、はい、そのあたりではもちろんボディもそうなんですが、ピチッとの顔面ガードが下がったところというのは狙い目なわけですね。そうですね、はい、第1ラウンド残り30秒を切っています。一枚布のヒョウ柄のトランクスがチャンピオンの山口圭司、そして青コーナーピチッとしました。いきなり入ってくるのはやめた方がいいですね、はいはい、何か一つ入れてから入った方がいいですよ。身長差が12センチあります、チャンピオンとシルバット、ピチッとシルバット。さあ第1ラウンド様子見という段階から両者が思惑を持って攻撃を仕掛けようとしています。ここで今第1ラウンドのゴング終了です。第1ラウンドが終了しました。渡嘉敷さんの採点は10対10のイーブンです。さあそれでは WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、山口対ピチッと、両選手の戦績ご覧いただきましょう。山口圭司は21戦を戦いまして20勝 7KO1 つの負け、この1つの負けが世界初挑戦のチェ・ヒヨンに負けた試合であります。さあ第2ラウンドまもなくゴングが鳴りますが、一方の今第2ラウンドのゴングが鳴りました。1位のピチット超シリバットの戦績が今映りましたが、16戦を戦いまして15勝1敗 9KO という成績が残っています。このピチット超シリバットは9歳からムエタイを始め150勝をマーク、そして93年の8月プロデビューをしました。この時すでに10ラウンドを戦いました。8戦目で
WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンレオ・ガメスに挑戦しましたが TKO 負けをしました。しかしその後着実に力をつけてきまして今日世界2度目の挑戦になります。あ、山口の右の、ね、レオ ガメスとやった時もね、はい、ワンサイドで攻めてたんですね、はい、でまあ、経験不足でもうスタミナ切れで、そのスタミナ切れのところに右のパンチをもらって倒れたんです。そうですよね。第1ラウンドからあの時でもチャンピオンになってたかもしれないですね、はい、第1ラウンドからその時は第5ラウンドまで優勢に攻めまして、ガメスからレオガメスから KO も奪ったんですかね。第6ラウンドに結局 KO を負けられました、ね、はい、パンチはありますよ。さあ今ピシッとの右で入りました。さあお互いちょっと距離を取りながら、なんとかあった山口の右であります。なかなかね勘のいいねスピードのある選手ですよ、はい、これはピシッとの右は空を切りました。リスクは空を切っています。山口の左、山口の右であります。やはりどうでしょう井岡さん、はい、左対左という対決の場合ね、はい、もちろん左もさることがやはりこう右の出来というのが勝負を左右するもんなんでしょうか、はい、そうですね。今日山口ねいつも、ね、はい、右ジャブがいい感じでね、はい、スピードありますね、はい、はい、今その右をうまく使っていきたい山口。ジャブを打っときながら次のパンチを打つっていうのはいいですよね、はい、ただね徐々に徐々にあの、はい、距離をね掴めてきてるんですよ、はい、挑戦者山口の身長が 169.8 センチ、ピシッとが 157.7 センチですから実に12センチの身長差があるわけですが、リーチは3センチしか渡嘉敷さん差がないんですよね。3センチですか、はい、山口が168センチのリーチ、ピシッとが165センチなんです。あのね踏み込みがね早いですからね、距離がすぐ縮まってしまうんですよね、はい、そこをうまくあの山口君足をうまく使って打った方がいいですね、はい、そういう意味では潜り込まれるのは逆に攻めたいところでありますが、あ、山口が第2ラウンドからちょっと挑発気味にこうピシッとに対しているんですが、ちょっとスピードがあるからね、はい、あの足を使って避けたらすぐ打つような、はい、あの感じでしておかないと、はい、また入ってきますからね。そうですよね。なんとか潜り込まれることだけは避けていきたいチャンピオンの山口啓司であります。いいでしょう。ちょっと、安心しすぎたんですかね、はい、思いっきり振ってきましたからね、はい、井岡さん、はい、まあ、後ほど VTR も出ると思うんですが今のシーンご覧になっていかがですか。ねえ、右フックですかね、はい、まあ、もう一回やらせてもよかったんですけどね、はい、あの レフリーね、もう一回ね、今日のレフリーはイタリアのレナト・カッテオ、そしてジャッジはマルコ・トーレス、韓国のムン・ムーボン、そしてベネズエラのフリオ・ロルダンなんですが、もうそのジャッジの必要がありません。レナト・カッテオ、今の右フックで試合を止めました。そして今それに対してあのグリーンスタジムのヘルマン・トーレストレーナーがレナト・カッテオに何か一言二言を言っているんですが、正式な KO タイムが入りました。2ラウンド2分45秒です。 KO タイムは2ラウンド2分45秒でタイのピチッと超シリワットの KO 勝ちということになりました。このちょっと表情をテレビをご覧の皆さん見てください。渡嘉敷さん、はい、後ほどちょっとこの表情を解説をしていただきたいと思います。この放送は大阪府立大会館からお送りしています。新チャンピオン筆頭選手へ続いて大阪大阪府立大会館から WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、山口啓司対タイのピチッと超シリバットのタイトルマッチをお送りをしているんですが、
放送席、放送席、それでは新チャンピオンピチットショーシリワット選手インタビューです。おめでとうございます。あっという間の出来事でした。ขอบคุณมากครับที่ชนะได้เร็วจังเลยครับเป็นไงครับครับตื่นเต้นดีครับและดีใจที่สุดในชีวิตนะครับとても嬉しいです。ベルトが持って帰ることができましてとても嬉しいです。このような速い展開のボクシングは最初から作戦のうち自分のイメージのうちにありましたか？ตั้งแต่เริ่มชนะเนี่ยฮะเราเนี่ยได้ฝึกตามแผนไหมครับครับที่ฝึกมาตามแผนครับขึ้นมาชกวันนี้ชกได้ตามแผนนะฮะและก็ขอขอบคุณครูสารัตน์นะครับและทีมงานทุกคนครับที่ให้ความอุปการะนะครับดูแลและช่วยฝึกสอนนะครับและขอขอบคุณชาวไทยทุกคนครับที่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาเชียร์ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมขอขอบคุณเฮียทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับที่และคุณเสถียรเสถียรสุดนะครับหัวหน้าค่ายสพจิตนะครับที่อุปการะคุณให้การดูแลครับขอบคุณมากครับ作戦通りです。で、それすごく嬉しいです。それすごく嬉しいですが、全部は皆さんのおかげで、タイ国の皆さん応援していただきまして、そして、皆さん日本の方応援しに来ていただきまして、特に、サラスさんが、教えていただきまして、その後、ソンチャイさんなどを通じてありがとうございます。今日はたくさんのタイからの応援もあったと思います。 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンに輝きましたタイのピチットショーシリワット選手でした。おめでとうございます。さてそちらのトカチキさん、トカチキさん、はい、あまりにはつけない結末だったんですけれども。そうですね、はい、まあ僕はレフリーじゃないんで、その状態まではっきり見えなかったんですが、ちょっとなんか早すぎたんではないかっていう気もしましたね。そうですね、はい、それとあと、もうこのままいったら僕は勝てるという安心感ができたのかもしれませんね。ガードがちょっと下がったところに右を思いっきり振ってきたのを、はい、まともに多分、食いましたからね。優香君、はい、どうしたねえ、うん、右フック一発だったね。右フック一発だけやね。ガードがちょっと低かったね、ちょっと山口ね、うん、ちょっとね、うん、そんな感じだった、ね、なんか薬師寺さんがこちらでね、呆然とえという感じで、キャンバスで頭打ったでしょ。キャンバスで上でキャンバスで頭打ったでしょ、うん、山口が ね、 ね、だからそれを考えてレフリーも言うたんですかね。うん、そうね、もう一回やらせてもらえばよかったけどね、早いラウンドやからね、お客さんも見たかったと思うし。薬師さんね、はい、後ほど情報が入ると思うんですが、多分今薬師さんがおっしゃったように、はい、KO された時にね、はい、頭打ちましたよね、はい、それが多分そうですね、いいんじゃないかなっていう、はい、そう思います僕も、はい、そうですか。意外な結末になりましたけれども、ここでちょっとお知らせをご覧ください。